チャオ、あっちゃんです。またね、Amazon から荷物がね、ちょっと届いてきてんねんけどね、紹介していきたいと思います。まだ今日ね、昼から届くねんけど、開けるから、紹介していこうと思う。あれ、どこいた？今触っとったのに。ちょっと待ってね。あれ？あれ？見て。ちょっと待って。もうやば。今どこいたのかわからない。よいしょ。飲んでんのかいな。あらへんで。どこ行った？取れやん。機械に渡して。はい、Amazon からこんなペラペラなものが届きました。何でしょうか？しおり。しおり？空っぽ。高いねんね、これ。2000なんぼすんねんで。128メガのメモリー SD、マイクロ SD カード。スイッチに、新しいスイッチに、メガな、メガじゃなくてギガやろ。メガって言ったやん。128ギガや。新しいスイッチに入れるメモリーカード、もう満タンになってんねん。ノーマル多分ちょっとしか入ってへんねん、メモリーに。だからこれに足すのに買いました。あとはね、また子供が入れてくれるでしょう。なんかこれネットに繋がらなかったな。一回で、もう一個箱が届いてます。これこれは軽いね。まだあとね、2つぐらい届くねん、今日も。続々といろいろ注文してるんでね。あれ？空っぽ。ああ。こんな箱に入れるか。カセットや。これ日本のカセットなんですね。これです。写真とちょっと違うな。写真とちょっと違うな。ネイルオイルのローズ。いろんな香りがあって、花通りっていう、最初ディオールって書いてあるのかなと思ったら、花通りって書いてある、ネイルオイルやねんけど、ちょっと待って。ネイルオイルを買ってみました。ちっちゃ。お花が入ってんね、中に。見えるかな？お花が入っててね。で、開けられへん。買ったね、これ。ゆみずれんて。開けられへん。買った、指が滑んねん。俺も滑ったよ。こんなブラシやねんけど。わ、いい香りする。すっごいバラの。ローズの香り。これをね、この甘皮にちゃんと塗って、でマッサージしていくらしいねんけど、ね、よくわからへんねんけど、ネイルオイルを買いました。あー、いい香り。めっちゃいい香りする。ねえ、この前ね、ネイルオイル塗った方がいいよって言ったから買った。まあね、爪がテカテカ、きれい。インテンちゃんがね、いいね。やっちゃんさ、水仕事とかするからと思っててね。で、大丈夫かな、やっぱりその水に弱いとか言ってくる人だから、慌てて昨日買って、昨日言いに行ってたんやけど、なかったね。なかったから、なんだろう、あそこ、Amazon で取り寄せたの。もう今日来てん。そのこのツヤ。口まで塗ってないよ。まあ分からへん。これをね、
テンション上がるわ、このバラの香り。バラ好きやから、じゃあお花の中でバラが一番好きやねんけどね。まあ、ミキちゃんも好きやってんけど、バラが。癒される、いい香り。何がいいんか分からんの、ペンタイプみたいなの探しとってんけど、なんか分からんかって、何がいいんか分からんかったけど、このお花のマニキュアタイプのないけど、ちょっとね、なんかね、このお花とかが引っかかって筆が曲がるって書いてあるね。別に筆なんか曲がったかっていいやん、気にせん。まあ、レビュー見てたらね、そういうちょっと細かいこと回答書がいっぱいおってんけど、別に筆なんか曲がったかって濡れたらいいやんいいわと。ペンタイプの方が使いやすいですね。ペンタイプのやつなんかあってんけど、液だれするとか書いてあって、もう結構みんなシビアな、うん、まだ書いてあるけど、レビューめったにレビュー見ひんねんけど、こんなん分からん、何がええんか分からんから。で、ライブでね、いいのと悪いのピンキリって書いてあって、これはオイル自体がええねんけど筆が曲がるって書いてあるから、そんなんどうでもいいわと思ってうん、でもお花が入ってるのが綺麗やん、可愛いやん。これ買ってみた、はい、またこれをちょっと使っていきたいと思います。いい香りする、はい。まあ、こんな感じでちょっとね、あのお花のネイルオイルを買ってみました。まだ今日ね、あと2品ほど届くんですけど、届いたらこの後こうやってこの後ろにつなげるかどうかします。はい、ということで今日のあっちゃんの、買い物紹介、 Amazon から来たもの2品、メモリーカードと、お花の香りのネイルオイルの紹介しました。あと2品届くのもあって、この後につなぎたいと思います。はい、さっき言ってた残りの2品届きました。さっき言って、まあちゃん今日は翌日やね、まだパジャマやね、起きたてやねんけど、あの後届いてんけど撮れへんかってね、動画を。だから今撮ってます、今撮ってますって。今日はね、あの翌日の朝11時です。はい、11時でまだパジャマです。開けてみ、あれ一品しか入ってない、もしかしてうまく届いてんのかな、昨日届くよって。ちょっと見てくる、下にあの顔待っとってんね。下に届いてました。いつもと違うところに置かれてやってん、だから気づかへんかってっていうことでね、開けたいと思います。何が届いたのか、それはじゃん、119 2way 爪ブラシ。これ貝印、あっちゃんが使ってるスライサーとかキッチンバサミのメーカーやねんけど、そこのね、爪ブラシ600円700円ぐらいしてんけど、嘘やだからな待ってね、よいしょよいしょ、いや階段降りると息切れする、しんどい最近ね、咳がよくするから肺が負担かかってしんどいな、しんどいね。レントゲンでも大丈夫やったんけどね、やっぱりしんどいはい、ということでね、ちょっと待ってね、これやらんとあかんことがいっぱいあんのよ。いろいろ並行しながらやってるんでね、ね、これね、605円のこっちのブラシと、こっち側にもこうちっちゃいブラシがね、ちょっとね、硬いね、ゴシゴシして、こっちがちょっとやっこいねかな、の 2way 爪ブラシ、これ買いました。それとね、お風呂止めに行かなあかんねん。ちょっと先止めてくるわ、ごめん。
れへん。はい、もう一個はね、なんかいっぱい入ってるんだよ。こんな大きな箱で来てんけど、これだけ。何かっていうと、こんなとこにバーコードあったら、マクラーレンセナ。これトミカじゃないね、外国のミニカーやねんけど、どこのメーカーかな、わからへんねんけど、開けましょうか。もともとね、1800円かぐらいすんねんね。でも、左ハンドル仕様は高いねん、1000何本すんねん。これ右ハンドル仕様やねんけど、ミニ GT っていう、メーカーかな。左ハンドル仕様は、未完成ってなんや。じゃあ完成品か、未完成でしょ。1537円ですね、左ハンドルは。右ハンドル仕様は625円ね。なんか知らない、右ハンドル人気ないんか知らないけど安くなっててね、もともと1540円が定価やねんけど。でこれちょっとね、買ってみてんけど、ちょっとね、あんまりほんまはね、あっちゃんパッケージ開けへん、コレクターやから開けへんねんけど、ちょっとね、中が見てみたくて。最近ね、ランボルギーニは大好きやねんけど、ランボルギーニはね、マクラーレンがすごく好きになってきて、そのマクラーレンの中でもセナって言って、アイルトンセナの、メモリアルモデルやねんけど、まあ、セナが乗った車じゃないねんけどね、セナっていう名前を使ったメモリアルモデルやねんけど、3億円ぐらいするのかな、なんかそんな車やねんけど、3億1000円だかな、すごいまあ高い車やねんけど、日本にも何台かあんねん。それのモデルで、なんか知らんけど、全く同じやねん。でも、ハンドルが右についてねん、これ。で、左についてるやつは1500なんだよね。それだけの違いやね。で、これがね、結構すごいかっこよくて、ここにガラスがあって、ガラスのまんまや、ここもガラスになる、ガラスしか透明になっててね、もうそのモデルちゃんとできてんねん、そのかっこいいねんけど、マクラーレンセナ。これがね、なんでか知らんけど、右ハンドルが安い600円になってて、あっちゃん右ハンドルの方が好きやねん。なんでか。マクラーレンはイギリスのメーカーやねん。そう。本国仕様は右ハンドルやね。日本仕様じゃなくね、本国仕様は右ハンドルやね。でも、まあ、世界販売してるから、左ハンドルっていうのが基本みたいになってる。だって、イギリスで売れるより、日本で売れるより、やっぱアメリカとか、ドバイとか、そういうね、やっぱり、富裕国で売れる。だから、日本、イギリス、オーストラリア、その3国ぐらいかな、右ハンドル仕様っていうのは。だから、出てる数自体が少ないから不人気なんか知らんけどね、右ハンドル仕様が安かった。あっちゃんは右ハンドル仕様が欲しかったよ。ちょうど安かったしラッキーと思ってね、1500円やったら買ってなかったかもわからへん。トミカって高く、安く大体300円400円でね。でプレミアムトミカってちょっとあっちゃんたまに買う高い方、それで700円ぐらい、600円から700円ぐらい、それでもう限界かなと思って、1000円超えてこの小さい方やったら、もうちょっと大きいやつあんねん。それやったら3000円とか4000円してもね、納得やねんけど、このシリーズで、1000円超えたら高いから買わへんねんね。だからこれ買ってなかったん、欲しかったんけど、
で、トミカからこれが出てん。トミカのプレミアから出てん。600円、700円ぐらいで。それ買おうか思ってんけど、オレンジじゃないね。青やねん。やっぱりマクラーレンセナはオレンジやねん。やっぱりこのミラーオレンジっていうのがマクラーレンセナの色やねん。あっちゃんの中ではね。だからこのオレンジで600円で出てた、このもともと1500円もするやつだったらクオリティもいいし、今出してみたけどすごいクオリティ良かった。だからもうこれまた箱の中入れてね、コレクションの棚の上に乗しときます。マクラーレンセナ1台植えました。あっちゃん結構マクラーレン好きでね、過去にもマクラーレン何台か買って箱から出してるやつあんねんけどね。ちょっと待ってね。マクラーレンはね、いろんなモデルがあって、あ、ごめん、嘘ついた。マクラーレンセナの青買ってたわこれがトミカやね。青あんまりでもね、まあ、嬉しくなかった。オレンジが欲しかったんだけど、ちょうどよくオレンジをが出たんで買いました。で、マクラーレン好きやからね、これマクラーレンの650っていうやつやね。これはなんとかやつ、マエストちゃうわ多分これみんな知ってると思う。あっチャンネルの主婦のお姉様方、お子様がいてたり、スーパーのお菓子コーナーとか行ったらね、よく見かけると思うねんけど、マジョレッティっていうのかな、マジョレッティっていうのかな、スーパーのね、お菓子売り場コーナーにね、マジックテープで、こんな紙切れにこうくっついてピチャって貼り付けられて、こう縦に並んで売ってるミニカーあるでしょ。中にガムかラムネかなんか入ってるやつ、あれやねん。それでも400円ぐらい、400円か500円するでしょ。これトミカより高いね。トミカ、これトミカやねんけど、これ360円か400円ぐらいまでやねん。こっちそれより高いね。あんなおもちゃお菓子屋で売ってるおまけみたいなのにね。これマクラーレンの、675やね。650じゃん。675やね。で、これマクラーレンの、750だっけな。ちゃう、ごめん、もうええ加減や。マクラーレン、これ書いてへんよな。マクラーレン760やったかな。ちょっと待ってね。箱がどっかにあった。あ、720や。もうええ加減やな。マクラーレン720。で、まあ、こんな感じ、マクラーレンですけど。またマクラーレンのセダン、これはもう普通に売ってんの市販車やねん。3000万ぐらいの車やねん。普通に売ってる車やねんけど、こっちはプレミアム界で億超える車やねんね。なかなか見かけることない。これはたまにね、街中で見かける。これもめったに見ひんけど最近見かける。でもこれは見かけません。それぐらい珍しい車で、日本に2台かぐらいしかないねん確か、そんな車やねんけど欲しかって買ってん。日本に2台しかないんだけど、ここに2台あります。いや、違うって。はい。まあね、マクラーレンが大好きになっちゃう。って言いながらね、ランボルギーニが好きやからね。ランボルギーニもあんねんて。ランボルギーニもいっぱい持ってんねんで。なんかね、ランボルギーニ。あっちゃん昔乗ってたポルシェとかね。これマジで昔乗ってた車ね。この作品乗ってる、まあ。そんなのをね、コレクションしていくのが好きでね。で、ここに新型スープラとかね。置いてあんねんけどね、まあ、いろんなそんなんが好きで、こう目の前にこうミニカーが置いてあったらテンションがある。やっぱ車大好きなんね。ちょっとこれスケール大きいかな、箱大ボッキーねでも透明の部分があったから、多分こんなんね、60/68かな。なんかスケールが決まってんねん、こういうのって。だから同じぐらいのスケールだと思うんだけどね。まあなんでもいいね、並べてかっこよかったら。はい、いうことでね、買いました。コレクションの置いときます。はい、ということで今日は、いろいろなもんを買いました。いろんなもん買ったあっちゃん、よかったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録して高評価見てくれたら嬉しいです。またね、いろいろお買い物していくと思うんだけどね、お買い物したもん届いたりしたら、動画にしていきたいと思います。ではまたね、バイバイ。